言ったでしょ、ルアーはすごいの。なんで笑ってるの？ルアーが谷で一番面白い冗談を思いついたの。わあ、私も聞きたい。私も。さっぱりわからないわ。私もルアーがなんて言ったのか知りたい。落ち着いて二人とも、こんな時こそ占い師に頼ってみようよ。ティーナー、わあ、あー来ると思ってた。ん、何を知りたいの？あのね、当ててあげる。ルアーがなんて言ってるのか知りたいんだ。ルアーがなんて言ってるか、ならちょうどいいものがあるわ。これじゃない、それでもない。これだわ。翻訳ヘルメットっていうの。わあ、面白そう。それにガラスの飾りがすごくかわいいね。試してみよう。え？ルア、何か冗談を言ってみて。羊は草を食べてなんて鳴くか知ってる？うめえ、うめえだよ。ん？面白い。ねえルシー、週末ルアーに来てもらってもいいかな？お願い、行っていいよね。ええ、行ってらっしゃい。海が乾かない理由を知ってる？タオルを持ってないからだよ。面白いね、笑いのセンス抜群だよ。こんなに笑ったのは初めてだわ。笑わせてくれたお礼に流れ星のアイスクリームをあげるよ。私からは踊るシャボン玉。私からはキラキラの雪。ルーア、ルーア、ルーア、ルーア。ルア、帰るよ。ヘルメットを返して。え？帰りたくない。みんなを笑わせたい。ルア、コメディスターだもん。え、なんで？もっとルアと一緒にいたいの。すごく面白いんだもん。でも家に帰る時間よ。ねえルーシー、そんなこと言わないで、あと少しでしょ。わかった、いいわ。寂しくなっても知らないよ、いい？それでは紹介しましょう、私たちのスーパースタールアお休みは必要よ。みんなが木の下で待ってるよ。でも遊んでるのに。いいから遊ぶのはまた今度ね。次は雲の上のステージだよ。え？ルアはどこ？見つけなきゃ。消防士のギャグはどんなオチだったの？うん、もうやだよ、お家に帰りたい。いたわ。ルーア、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 ルーア。他のは？ロボットをやって。こっちよ。ルア、ルーア、ルーア。大丈夫？ちょっと心配になって。もう冗談を言いたくないよ。ルシーと一緒に帰りたい。あ、しつこくしすぎちゃったね。でもね、すっごく面白かった。一日中笑いっぱなし。翻訳ヘルメットを外すね。また今度遊ぼうね。だって今日はもう疲れただけよ。ルシー、次ここに来るときはルアに無理させないって約束するわ。ファンタジーマジックピアー。わあ、イエーイ、すごい、すごい、すごいジョーク思いついた。Cry babies, cry babies, magic tea.
フレーバーは盛りだくさん。暑い。水遊びしない？気持ちいいよ。暑いと大変だね。雲の上はとっても涼しいよ。涼しくなるアイデア思いついた、うん、ねえ早くして、脳みそがゆだっちゃう。ちょっと、うん、わあ、ケーキがアイスクリームになった。うん？私のベビーカーが。あ、おいしいでしょ？うえ、このアイスすごく変な味がする。ファンタジーマウンテンではいろんなものをアイスにして食べてるわ。みんなの大好物なの。私のは美味しいよ。食べさせて。いいよ。甘い。私もいいよ。これは元がカップケーキだから美味しいのかもね。ふーん、私は物味の方が好きだな。じゃあカップケーキとアイスクリームを混ぜてみようよ。たくさん作ったの。ここにあるものと食べ物を混ぜれば美味しいアイスクリームができるはずよ。いいアイディアだね。帽子とイチゴでハットベリー、チョコレートとボトルでチョコボトル、バルーンとバニラでバルーニラ。うん、このフレーバーはとてもユニークね。それに食べるとすっきり。ファンタジーフュージョンって呼ぼうよ。賛成。アイスクリームにするからみんなに配って回ろう。お願い、一個届けて。私の家にも。私にも。でも届けるってどうやって？コニーにサプライズを用意したのよ。目を開けて。イエーイ、少し改造したの。これでアイスクリームを届けて。任せて、全速力で届けるから。やったやった。クリーム作りって楽しいね。アイス、おいしいアイスよ。シューニラをちょうだい。ドラムはどんな味かな。私はどれにしようかな。あ、これ楽しい。アイス、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 アイス。スノーボードに行ってくる。よし、配達完了ね。ねえコニー、食べたかった味はこれじゃないわ。他の作れる？三色アイスがいい。暑い。コニー、次のアイスは？ねえ、みんながまた。え？どうしたの？これ何も残ってないよ。ん？いいえ、フリスビーが残ってるわ。待って、フリスビーがいるの。みんながもっとアイスクリームを食べたいって言ってるの。ん？返して。大丈夫？どうしたの、コニー？私たちがアイスを頼みすぎちゃったみたい。優しいコニーに私たちがお礼をしなきゃ。サプライズの用意を手伝ってくれる？みんなのお気に入りのものを集めてきたわ。これをファンタジーフュージョンでアイスクリームにして。わあ、すっごくカラフルね。しかも大きい。コニーのアイスよ。私たちからのお礼。最高にフレンドリシャスなアイスクリームね。マジリアセルフサービスのアイススタンドよ。イエーイ。どうして思いつかなかったんだろう。イエーイ。すごい。イエーイイエーイイエーイ。やっぱりこの味が一番美味しいわ。
は一体誰の手に？みんな出番よ。さ、そろそろ準備して。アブラカタブラなんたらかんたら。すごいものを見せてあげるわ。ナーラ、順番を守って。ロッティの番よ。全然大丈夫よ。先に行って。それでは始めました。素敵な審査員をお呼びしています。いつも優しいケイティ、しっかり者のファンシー、そしてレディ、いつものように寝ぼけていますね。それでは最初の出場者です。いくわ。ダメ、ドッティの番よ。いいのよ、ナーラに行かせて。先に行って、大丈夫だから。ダメよ、私が行くわ。私が悪いけど、私の才能を見せる時間よ。ちょっと待って、あなたの番じゃないわ。戻ってきて。行くわよ。びっくりするようなものを聞かせてあげる。おお。よく聞いてね。でしたね。待って、まだあるよ。次の人。どうぞ。ありがとう、ドッティ。しょうがないですね。どんどん行きましょう。続いての出場者は、やった、私の番よ。次は。タタラタタタラタタタラタタタタラタタタラタタタラタタ。ふんふん。じゃじゃーん。これは期待できそうですね。辛い辛い水。辛いケーキ？このコンテスト、何でもありのようですね。また引くわよ。あ、次の方、どうぞ。受けるのはマジックよ。アブラカタブラ、ボールよ、消えろ。あれ、アブラカタブラ、ミアが戻ってきました。大丈夫だよ。ボールよ、消えろ。やっとボールが消えましたね。それでは最後の出場者。さっきの間違いの場所はね。ステージがうまくやれば。なんということでしょう。まだ続けています。もういいわ、やめた。出場者は残っていないのでしょうか。出場者は誰もいないようですね。では、優勝は？ I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you are. これは、とどむきですね。瞬間は毎回うるうるしちゃいますね。ドッティすごいね。新しい世界へ、えい、は、お、
でしょ。はいはい、惜しいね。おお、ジジのメガスロー、行くよ。笑わないで、私じゃないよ。投げ返すよ。わあ、わあ、あ、お、わあ、この子は、かわいい服を着てるわね。トサカがついてる。触っちゃダメ。ファンタジーだよ。ファンタジー？漫画で読んだことあるの。ファンタジーマウンテンのこと何でも知ってるわ。ジジってロマンチストなのね。おう、アウチ。かわいそう。ねえ、うちまで連れて行ってあげよう。分かったでしょ。あなたは飛べないの。諦めたら？もうまだ練習中なの。私の本当の特技は時を止めること。時を止める？そんなのつまんない。これを見てよ。わあ。おお、うん、おいしい。ほら、フリを探しに行くわよ。目が覚めたみたいね。う、ここはどこ？谷よ。あなたは誰？フェリーよ。あなたはどこから来たの？ファンタジーマウンテンから来たわ。ポッタルで。あらら、頭を打ったんだね。混乱してるわ。言ったでしょ？この子はファンタジー、魔法を使えるんでしょ？飛べるの？姿を消せる？雲の滑り台は？いたわ。相変わらずのんびりしてる。はははは。さあ、帰るわよ。わあ。待って、フェリー。どうしたらそこに行けるの？ポータルを通るの。ハートの翼を探して。すぐに見つけられないかも。手を3回叩いたら、頭の上。次は腰。前に飛んで。それから後ろに飛ぶ。早く動けばポータルも早く開く。最後に左足、右足、開け、ファンタジーポータルって叫ぶの。本当だった。これで信じてくれた？もちろん、ファンタジーマウンテンに行こう。でも、どうやってポータルを探すの？あ？ちょっと待って。すぐに準備するから。ん？あい、おお、あはは、ん、うん、ハートの翼よ。イエーイ。左足、右足、開け、ファンタジーポータ。言った通りね。雲の滑り台よ。わあ、見て。わあ、リボンが。わあ、ダイヤでできてる。いらっしゃい、みんな、お客さんよ。姿を消せるのね。イエーイ。わあ、飛んでる。あの時は助けてくれてありがとう。ファンタジーマジックピア、イエーイ。おお、さあ、ファンタジーマウンテン行くわよ。守り当番よ。わーい。お、うん、
今の技見てた？めちゃくちゃに飛んでいるところなら見てたわよ。毎日本当にひどいわ。もっと気をつけて飛んでよ。花をなくしちゃうところだったじゃない。私のラッパも危なかったわ。それに迷惑よ。楽しんでもらいたかったのに、困らせていただけだったなんて、私ってダメね。よし、もう二度と空を飛ばないわ。それなら誰の邪魔にもならないわよね。飛ばなければ風は吹かないし、ファンタジーマウンテンの何も動かないわ。わ、捕まえてみて。ジェナ、ちょっといい？ん？マシュマロ雲を焼いてるんだけど、オーブンを見ててほしいの。すぐに戻るから。オーケー。音が鳴ったら飛んできてオーブンを止めておいて。わかった？はいはい。ラッパを忘れてきちゃった。飛んで届けてくれる？ん？飛ばないんだった。私の家に行って置いてきて。魔法のブラシ用のペンキよ。私は池へ行ってくるから。じゃあね。わあ、ねえ、新作を味見してみて。いいわ。何だったっけ。そうそう、ラッパよ。わあ、大変。ロージーのペンキ、魔法のブラシは？アイスクリームを塗ってる。私のせいだ。マシュマロ雲だ。どうしよう。オーブンのことも忘れてた。あ、ラッパが。待って、返して。ダメ。周りを見て。あなたのおかげよ。私の？気づいてないの？あなたが飛ぶのをやめてしまったら、周りのすべてが止まってしまうっていうことよ。ジナも世界の一部なのよ。お願い、飛んで。でも飛ぶと失敗ばっかりですごく迷惑でしょ。無理よ。だから飛ばないわ。違うわ。飛べるからこそジナなの。もっと慎重に飛べばいいのよ。それだけ。じゃあ飛んで。戻るから待ってて。片付いたらお昼寝しようっと。